あと1回俺は返すぞって返すぞ俺は。ウィストウシはゼルダの人生に彩りをイカ坊主です。ということで本日もゼルダの伝説ブレスオブザワイルドの挑戦をしていくんですけれども、ブレワイを盾だけでクリアしたい。このゲームには敵を倒すための様々な武器や弓が存在しますが、それらではなく身を守るための盾のみを使ってこのゲームをクリアできないか挑戦してみました。具体的なルールとしては、攻撃手段に盾以外なるべく使わない、シーカーアイテムもなるべく使わない、妖精は4匹まで、服を着るの禁止の4つです。攻撃は最大の防御とも言いますが、反対に防御は敵の牙城を崩す有効な手段になり得るのでしょうか。ありとあらゆる想定していない障壁とぶつかり、なんとか切り抜けていく様子をぜひ映画感覚でお楽しみください。それでは早速本編いってみよう。はい、ということでね、盾オブザワイルドということで、まあ、盾だけを使います。で、今回ちょっとデータね、これ作っております。さあ今回ですね、どういったルールでやっていくのかというと、これ重心の盾4つ持ってきました。まあ、基本的にこの重心の盾を使ってやっていこうということですね。まあ多分ね、4ついらないんよね。なんなら1個でもいけるんじゃないかなと思ってて。まあ、今回ちょっと、初めから盾を調達していくんじゃなくて、持ってきた重心の盾を使います。で、これなんでかっていうと、これ、重心の盾、耐久値めっちゃ上げてるんですよ。1150かな?ハイリアン盾の耐久アップ大の、ライフ値を移植しておりまして、なんで、まあ、これ1個で1150回殴れるんですよ。で、これであれば、まあ、クリアできるんじゃないかなと。で、まあ、どういうことかというとね、重心の盾って、みんな知ってるかな?攻撃できるんですよ。これ。縦弾きで。今日調べたんやけど、約21。これ当てると。縦弾きを当てると21の攻撃力を持ってるんですよ、こいつ。なんで、まあ、1151回、だいたい1個あたり2万ダメージぐらいあるよね。だから、まあ、1個でいけるんじゃないかなって思ってたりはする。というところでですね、目標ちょっと縦1個だけでクリアできんかなっていう。ということで、まあ早速やっていきましょう。まあ時止めしますか、普通に。で、どうしても、ちょっとシーカーストーン使わなあかん場面が、まあわからんのやけど、雷のカスガノンの第2形態は、さすがに縦じゃなんとかならん気はするんすよね。で、魔獣ガノンはね、しょうがない。魔獣ガノンはまあもうどうしようないんで、まあ、魔獣ガノンは今回考えないものとします。まあ、ちょっと殴ってみるか。これね、ライネルの盾系の盾は、殴れるんよ殴れるんすよ結構強いっていうね、結構強い21ダメージだから、赤ボコブリンはワンパンできるっていうね。で、まあついでに言ったら、ファントム装備もまあつけたら強くなるんじゃないかなと思うんやけど、真珠攻略してもいいかなと思ったんやけど、ナボリスが積むけんね、まあ無理やと思う正直。で、まあ弓取りません。今回は盾オブザワイルドなんで、ダゴダゴ盾でやっていきます。というか、まあスキュークリッパーできるんか。武器がないからここでスキュー取る難しい。これだかな。まあ別に普通に行きゃいいんだが、うん、あ、いけたいけたいけた。でね、ここちょっとね、まあここのね、爆弾を使うとかはまあ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 許してくれと。やぶさめホバー持ってきてシーカーアイテムとか一切使わないのもありかなとは思ったんやけど、最低限のここの壁を破壊するとかには使います。まあ、やぶさめホバー持ってきてもいいけどな。そう徹底する。なんかやぶさめホバー持ってきたのか、まあ、もしかしたらね、雷のカスカのなんとかなる可能性もあるけんね。ちょっとやぶさめホバー持っていきます、マスターモードから。ちょっとさ、俺一個気になってることがあって、シーカーアイテムをさ、取らずに4つの方からクリアしてもじじって出てこんのかなって、一個気になってるところがあって、クリアできひんのよ。へぇ、そうなんや。シーカーアイテムがフラグなんや。じゃん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 。おら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 。おら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 。よしよし。これね、俺ちょっと思ったんが、雷のカスガノンって、雷柱を落としてる間に剣で攻撃すると、盾壊せるんですよ。ワンチャンさ、ヤブサメホバーで、これで盾壊せんかなって、ちょっと思ってるんすよね。まあ、それやってからのお楽しみということで。無理やったらマグネ。それはま、正直無理な気しかせんけん。無理やったらマグネ。いけたら、シークアイテムもう1個も使わずにクリアできるから。アジマリの塔。ここね、バリアがあるんですけど、通称ジジイバリアがあるんやけど、ある程度高さを稼げばね、抜けれるんで、抜けていきます。まあ、一応料理しとくか。まあ、今回料理は別に縛らんので。あ、どうやって火つける?ちょっと待って、これどうやって火つける?火つけれなくね、ウォーウォー。鍋の蓋火つけるか。鍋の蓋も縦なんで。燃えるかな?燃えた。燃える燃える。いけるいける。あ、やばい。いけ。ああくそ。間に合うか?頑張ったら、あ、でも、あ、そうか。いや、ちょっと待ってよ。頑張ったら間に合うのでは。ついたらすぐ行く。あ、こっちの方がいいか。この方向の方がいいか。ちゃんと定めて。いけ。使えへん。落とせばいけるか?落とせばいけるかな?無理かな?消えるか?あー、そっちに落ちるか。こうして、
あーあ、そうか、だから通り過ぎなあかんのか。むず。ほっ、いけ、よっしゃ、着いた。やったー、これが創意工夫ですよ。さあ、お料理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 、天才やな。行くでいい。いや、おもろいな。やっぱこの新しい企画やるたびに一つね、こうやって面白くなるのがいいですね。こうできるんじゃないかっていうのが、こういろいろ工夫して、まあ、いわゆる正解みたいなものはあるけど、でもそうじゃないこともできてしまうっていうのがやっぱこのゲームのすごいところな。最高のゲーム。まあ、服も縛るか。ファントム装備つけようと思ってたけど、まあ、4つだったら足りるやろ。服も縛ろう。うん。服もいらん。縦だけでいこう。裸一貫。さあ、初見の人はチャンネル登録と高評価。てれれってってれってれってってれてて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 。雷の春日の大丈夫かな。もう雷の春日のなのよ、結局このゲーム。対策しないといけないのは。雷の春日のだけ心配してる、俺は。これは楽すぎる。楽だなぁ。楽になったねぇ。まあ始まるのやつはね、おまけみたいなもんなんでね。まあでも空中で縦弾きができるっていうのは、やっぱでかいよな。これ。これで、これで空中に乗っても、ふいって殴れるけんね。さてさて、さてさてのさてさて。まあ、できればね、シーカーストーン使いたくないけど、どうなんでしょうか。じじい待っとけよ。さあ、ということで、おじじいのとこにやってまいりました。まあ、ここまではね、別に、そんなに、困難はないと。チャラチチーパーセール。どうしようかな。まあ、一旦ちょっと妖精取りに行くか。かかりこ村に。まあ、さすがに妖精がないと、きつい気がするので、妖精はまあ、4つ、4匹取りたいなっていうことで、海は捕まえて、もう一回、やぶさめホバーして、カズガロン倒しに行くか。さあ、まあ、やぶさめホバーあるんで、海は捕まえやすいのでは。まあ、ブチで行くか、どうせ。すぐなんで。ほにゃす。いて、いて、ヒヒーン。なんか今、一瞬なんか、変な動きせんかった。お分かりいただけただろうか。そこには一瞬、手足が奇妙に伸びた怪物が存在。こんにちは。よし、じゃあ、かかりこ村行って、妖精だけ取りに行きます。まあ、かかりこ村行って、ハイラル城行くだけの付き合いなんで、こいつでいいでしょう。無理か、妖精4匹って。やばいか。やばくないか。わかんねえ。なんか11月めっちゃ忙しかったななんか。めっちゃ忙しかったんですけど。でも12月はね、もっと忙しいよ。続編バグありますかね。まあ、あるやろ、そら。まあでも発売されてから、1、2年はバグ修正されるけん。まあ、正直ね、あんまり期待はしてないけど。アップデートが終わってからやな、このゲーム。だから、最初の方はあんまりバグ見つけん方がええ説はある。やっぱりさ、バグ見つけるとすぐ修正される。だからめっちゃおもろいバグ見つけても我慢我慢、致命的なバグ見つけても我慢我慢。まあでもツイッターで一瞬でもあるやろけどな、昨今。ほんまツイッターのさ、なんかバグとか不具合のあの回る速度半端じゃないよね。発売が続々と近づいてきてる。感慨深いですね。さあ妖精を捕まえます。まあ、とりあえず4匹取っておきます。よいしょ、OK。まあ本当はね11匹まで取れるんですけどね。というかこうやってさ、出てくるのでは。これで耐久値減らんよな。これって頑張りバッタとか出てくるんかな。一応草は枯れてるけど。この辺って出へんのかな。ちょっと縦で妖精が出るか、普通に検証したいんで検証します。中央ハイレルの草は妖精が出るんで、縦で切るって意味わからんけど、縦で切っても妖精が出るのかどうかちょっと試したいんで、試してみます。縦で切るってないよね。検証タイム。さあ、妖精はこれで出るのか。なんか出んような気もするけど。バッタとか出てきてくれれば出そうな気もするんやけど。あ、出んのかな、縦やと。出てきた。切れる範囲が少ないだけで、頑張りゃ出てくる。シュール。物欲センサー与えてる？与えてるかもな。妖精なんかいらなーい。僕、トカゲとバッタがいっぱい欲しいなー。バッタが欲しいなー。くそ。言うか。チキショーめ。まあ、妖精4つでもなんとかなるような気がするので、行きます。行くぜ。いいっす。妖精妖精妖精はちょっと大事にしたいよね。あ、これ、やばい。今圧倒的ピンチ。もしかして俺。ピンチすぎん？いて。待って、なんかこう見たことある光景。盾使おう。おほほ、別に跳ね返せばいいじゃん。別にこいつ跳ね返せばいいじゃーん。デヘペロリンコッコ、デヘペロリンコッコ、んピュピュプピョンピョンピョン。じゃあな、馬達者だな、達者だな。さあ、着きました、ハイラル城。まあ、普通に行くと、あの、シーカーストーン使わないといけないんで、普通には行きません。今だ。にーん。まあ、とりあえず、カスガルのとこまで行くか。どう行こうかな。まあ、正直、どう行ってもいいよね。なんだ、てめえ。今、死ぬよー。あ、こっちから行きますか。5ボタンルートで行くか。おやぷみ？というか、スタミナぐらい増やしとけばよかったな。さて、ここどうやって行こうか。ぐるっと回っていけんかな、ここから。これで行けんかな。これで、あ、掴めそうやったな。あ、まあいいか。この辺適当に掴んで、いけるやろ。こいつ注目してる時で盾構えせんのや。知らんかった。初めて知った。へー、知らんかった。めちゃくちゃどこでもいいネタ。こいつ注目してたら盾構えせんのや。ここはまあ普通に突っ込んで。倒すか。こっ
OK。まあ、こいつ一匹倒しとったら楽やろ。ここの目ん玉はさすがに、この状態では潰せない。こいつだけなんとかせなあかんな。まあ、いけるか。あぶねえ。さあ、とりあえず、本丸までは来たが、一回行ってみるか。ちょっと、やぶさのほうはなしで行ってみる。多分無理やけど。ちょっと、お試しでどれくらい行けるかやってみるわ。テイクワン。どれくらい戦えるか。まあ、もうこいつから結構きついんよな、正直。あ、でも結構減ったな。2回当てるだけで結構減ったな。2発。ああ、まあ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 。右手側から殴ればいいんか。まあまあまあ。まあまあ、地道にやればいけるかもしれん。あ、これはラッキー。これ打たせた方がいいかもな。これ打たせた方がいいな。ちょっと離れて、わざと、ガン攻撃打たしたいな。近づいて。2、3、4、5、6、7。7回殴れる。風は逃げる。どうやろ？風攻撃で2回でしょ？ 2 回に1回ガン攻撃してくれれば得なんやけど。オッケー。ランダムではないよな。8、8殴れた。8殴れるんやったらまあ待った方がいいか。結構いけるな。結構いけるな。まあ7回が平均ぐらいか。というか、走れたらこんな避けやすいんやな。よっしゃ。あ、意外といけるかも。意外といけるんじゃない？ただ、ヤブサメホバーを持ってる状態で戦わないといけないよな。もし風倒せたら、一旦、ヤブサメホバー取りに行くわ。おー。あー！いやでも第二キャラきついか。なんかわからんけど。なんかわからんけど、やれやれ。やっとけ、今のうち。なんかめっちゃ減らせた。なんかやってるうちにめっちゃ減らした。正直、風の攻撃以外は、多分、近くで殴りよったら当たらんのじゃん。って思っちゃったら。あ、一個壊した。風の攻撃だけやな、だるいの。ちょっと離れたとかやっぱ行った方がええな。もうゴリ押すか。これめっちゃ殴れそう。いけ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 。あ、あ、風打った、風打った。いて、いて。よっしゃ。オッケーオッケー。オッケーオッケー。あ、意外といける意外といける。オッケー。じゃあちょっと一旦戻りまして、ヤブサメホバー持ってきます。雷のカースガノンの第二形態を縦で縦破壊できんかなっていう一縷の望みがあるんで、ちょっとそれ検証したいんで。さあ、これでやってみよう。これで、こういうことができる。まあ、水のカースガの第二形態とかもまあ、空中に行くから、こう、なんか丸気やな、これ。でも当たりはするよな、多分。オッケー。ということで、まあ、こっから正式なバトル。まあ、正式というか、バトルです。やっていきましょう。倒っちゃえるのか。まあ、まあ、風は多分ね、楽勝だと思います。いて、いて。オッケーオッケーオッケー。倒せるんじゃないの？浮いてても。あ、でもむずいな。これで当てるん。あ、当てれるわ。まあ、一応、こういう戦い方もできる。なんかわからんけど、殴っとけ。いっぱい殴っとけ。いっぱい殴っとけ。当たらん、当たらん。どうせ当たらん。殴っとけ、殴っとけ。逃げろ、逃げろ。全然当たらんやん、こいつの攻撃。大丈夫か？やる気あんのか、風の数かの。よ、よ、よ。やる気ねえだろー。さあ、こいつどうするかな。まあ、一回殴る。これちょっとジャスガする。オッケーオッケー。これをジャスガし続ける？いやーでもこれいつかミスりそうやな。今さすがにちょっといつかミスりそう。これ往復した方が安全か。3回4回までいける。1234回できるやな。1234。これ、あ、これループだな。ループ入ったわ。いてえ。あっつ、うん、ずっとそれしといてほしいな。ちょっとダメか。さすがに3回の方が安全かな。いや、これやってちょっと離れて、その槍攻撃待った方がいいな。この方が安全やな。こうして、あ、これが来たらうざいんか。あ、そうなるんや。いや、こっち待つ方がいいかな。こっちで3回かな。あ、倒した。オッケーオッケーオッケー。第二形態。まあ、これがちょっとね、空中に浮くから、ややこしそうオレンジではあるんやけど、普通に上におるときに殴れるんじゃないかなとは思ってるんだが、ここ、あ、当たらんか、ここにおって。でも、あーでも腕とか当たらんかな。あー、ここどっちにしろ必須やな、これ。どっち、いて、あー、ちょっと第二形態厳しいかもな。ちょっと待ってよ。一回アイスメーカーを避けて、やばいやばい。あれ、なんかおかしなことになってる。あれ、やばいやばい。ヤブサメホバーが解除できひん。あいつ向こう行ったらだるいな。こっち行ったらアイスメーカーを避ける。あ、でもこことか。逃げるか。あ、第二形態ちょっとまずいかも。そこ追ってくれていいんやけど、一緒。この上から。いや、結構厳しいな。結構厳しいかもな、これ。結構厳しいかもしれん、これ。これを、避けて、乗れへんかな、こいつ。頑張って乗れそうな気もするけどな。まずいまずい。いて、やばい。あ、でもなんか、ループできそうではあるんよね、正直。これ、ループできんかな、これで。めっちゃ時間かかるけど。あ、いや、結構高さがいるな。あ、でも、ループできそう。あ、やば。あー、ここ登っちゃうともう終わりか。いやー、やばいやばいやばい。2個になった。あ、なんか増えた。間違えて段差登っちゃうと食らうんか。1回起用かどうかゲームになった。ここでここ登ると絶対1回食らうゲーム。落ち着いてここに。オッケー。まあ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 、いつかは終わるやろ。
オッケーオッケーオッケー。ちょっとコツつかんできた。コツつかんできた。3回ぐらいは殴らせやな。よし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 。さあ、炎、炎か。ああ、よし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 。さあ、炎です。ああ、疲れた。よし。ペチペチ。逃げよう、一回。いてえ！ちょっと待って。まあ、そうやな。そうやな。なるほど。これ、ジャスガか？ああ、これ、ああ、これ5ボタンだわ。これ5ボタンだ。同じ匂いがする。同じ匂いがする。いや、まあ、慣れたらいけるか。これ死んだやろ。よし、オッケー。まあまあ、風はいい、風はいい。よっ。オッケー。よしよし、さっきよりもだいぶマシじゃない？妖精、3匹おるよ。さあ、こっからどうするかやな。ちょっと待って。縦切りやったら避けれるんか。横は逃げる？うわ、危ね。縦を誘発すればいいんか。縦めっちゃ殴れるな。縦切りを、1、2、3、4、4回。5回いけるな。縦を誘発して5回。これは当たらない。縦が切ったらいっぱい殴る。まあまあ、炎はまあ、今んとこ別にって感じやな。まあ、火球があるからちょっと、火球がだるいけど。まあ、結構いけるな。これぐらいの距離やな。オッケーオッケーオッケー。よしよしよし。さあ、問題の場所。まあでもまあ、4回まではミスれるけん。妖精の限界もあんのか。妖精が3匹？ほっ。え、マジか。ダメ、今の。今、跳ね返してたな、でも。ん？なんか、タイミング悪かったんかな。そう、カメラアングル変えれるだけで難易度全然違うよね。これだけで全然違うからな。あれ？ちょっと待って。なんで？なんで？え？なんか間違ってる俺。もうちょい抵抗にせなあかん？どっか当たってんな。ちょ。あれ？壁に当たってる？後ろに居すぎてんのか。真横で真横で。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。これってさ、これさ、攻撃判定に当たってるもしかして。縦の。跳ね返してるけど、跳ね返した瞬間に切ってるってことか。待って。跳ね返した瞬間に縦抜いていけるんじゃん。いけ！うわー、なんでやねん。なんでやねん。マジか。その盾持っていかなあかんのか。うん。まあ、ちょっと明日頑張ろう。うん。明日頑張りましょう。まあ、ちょっと別の盾を取りに行こうかなと思います。まあ、別に何でもいいんだが、できるだけ強い盾がいいんで、この辺盾取りに行くか。逃げろー！そしたら、ちょっと一旦、スタミナ、増やそうかな。まあ、増やすか、スタミナ。どうせ暇やし。結構ね、風のカースガノンとか水のカースガノンのスタミナギリギリやったから、増やした方がいい気がする。ちゅうことで、一旦離脱しよう。さあ、ちょっとついでにね、祠を解放して、スタミナを余分に増やしていこうと思います。スタミナ、2個分増やそう。頑張りー。頑張りーにゃ。頑張りーにゃ。チュンチュルチェナチェナチュンチュチー。オッケー。ほな、倒しに行くか、カズガロン。やった、スタミナ増えたよ。よかったね、リンクくん。さあ、やってまいりました。本丸です。とりあえず、頑張りゲージ2個増やして、で、盾を取ってきました。まあ、これ火球用ですね。まあまあ、でも火球いけたらいけるんじゃないかなと思うんやけど。で、妖精が4匹。まあ、こんなもんでしょう。ということで、行きましょう。テイク3、レディゴー。3、4。あ、オッケーオッケー。さあ、やってきた。よっしゃ。やっと進みそうや。やっと進みそう。さあ、ここちょっと、急げ急げ。じゃ、これ返します。てか、これ、ちょっと待ってよ。返せんかったら終わりか。あ、でも、さすがにいけると思うけど。いけだっちょっと、なんでやねん。やばい、やばい、妖精がなくなった。いや、でも、壊れるよりかはまし。壊れるよりかはまし。お付けお付け。視点動かせるからな。ちゃんと横から見て。いけ、よし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 、オッケーオッケーオッケー。いけ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 。で、よし。走れー、いけー、殴れ。いけ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 。よしよし。さあ、こっからこれちょっと浮き出すから、様子見しつつ。っていうか、第二形態、俺初めてやな。チャンスあんのか？これは無理。あ、そうか。火が出んのか、こっから。縦切りすんのかな、そもそも。縦切りするんか？これせんかったらまあまあ厳しいぞ。足そうしてそう。うおー。イエー。一緒やな、じゃあ第一形態と。全く一緒やな。足もワープしてくれる。やば、上行きやがった。あ、跳ね返すか？いや、逃げろ逃げろ。俺にはヤブさんの方がある。上に逃げれる。これは無理しない。燃えた！燃えんな！いやー、跳ね返さなあかんのか、あれ。叩き、叩き、叩き。うおー。待って、やばい、叩きか。あ、オッケーオッケー。あー、なんか当たらなかった。ビンビン。ちょっと、遠いな。なーなーなーたったおーんおーんにゃんず。当たれ当たれ当たれ、逃げんな。よしよしよし。あー、降りてこんのか。あー、くっそ。てか、俺これ以上行ったことないのか。あ、オッケー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 。これ以上行ったことないよな。なんでやねん、またやった。あー、やばい。だ、やば、炎の第二形態。ちょっと離れるから返しづらい。まずい、これ、多分ここった方がいい。これ、ここでいい。いけいけ、倒せ倒せ、もうやっちゃいっちゃい。よし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 。さあ、雷。オッケーオッケー。まあ、僕はもう普通にやります。あれ、あれ、これまた、ちょっと待てよ。またこれ攻撃判定。あー、待って、これ攻撃判定。邪魔してる気がするな。攻撃判定が渡してる。まあまあまあ、こっちで跳ね返して。
これでもう一回いけるかな。あ、いける、いける、いける。あ、結構いけるぞ。あ、結構いける、結構いける。あ、結構いけそう。こうして、あ、こっちでループした方がいいか。このループの方がいいか。あ、これめっちゃ入るんちゃう、これ。オッケーオッケーオッケー。え、で、マジか。だから、おぉ。めっちゃ入ってる、めっちゃ入ってる。これ、あれか。こっから変わるんか、携帯が。これ強くねっていうか。これめっちゃ強くねこれ。あれこれ、そう、他のカースガムでも使えるやん、これ。で、第2形態。さあ、ここなのよ。ここの、こいつの盾を破壊できるかどうか、まず。もうできんかったらしょうがない、マグネスか。ここの盾を破壊できるかどうか問題。ちょっと当てるのむずいけど。破壊できたらいいけどなぁ。いや、当てるのバリムズいかもしれん。ダメかー。あー、ダメかー。ここはしょうがないか。あー、あー、死んだ。くっそ。まあここ一回ちょっとマグネキャッチ許してくれ。もうこれはしょうがないわ。どうしようもなかった。ここのマグネキャッチャーはしょうがない。でも盾を切り替えて高速で殴る方がちょっと開拓されたから、これめっちゃ楽かも。あれこれ2ターン食いって言いました。あれ強くないこれ。これ強すぎ。ここ1回だけごめん、これはしょうがない、対処しようがなかった。これで終わり。あー、だからこれで、だからだからこうして、やっぱあれ電気解除されてないの、電気解除されてないの。あれなんで、これってもしかしてある程度減らんと切れへん電気ってなってくると、これ積んでるかも。あ、積んでるわ、積んでるかも。これ殺してくれ。ということは雷柱当てた後にできるだけ近い場所に当てて、またダゴダゴせなあかんのかってなってくると、このあれだな、縦切り替え法は必須じゃない、もはや。もう縦切り替え法ここで絶対いるくない、結構むずいかもしれん。雷のカースガノンを吹っ飛ばす位置を調節せなあかんな。追いかける。オッケーオッケーオッケー。ここでなるべく食らわせる。ああ、まあまあこんだけ減らしたら多分大丈夫やと思うけどな。どうやろ、足りてないかな。切れろ切れろ切れろ。え、これでもダメ、切れへんの。あれ、ちょっと、なんでやねん。いやー、はぁ、なんだそれ。なんでだー、これはわからん。弓かなー。ちょっと検証してみるか、今、サクッと。ちゅうことでですね、ちょっと帯電料理作ろうと思います。で、帯電料理が効果があるのかどうかちょっとわかんないんですよ、正直。雷のカスガノンが撃つ雷玉とかは防げるんだが、ただ、あいつの攻撃自体が防げるかどうか謎。ということで、もし帯電料理が効かなければ罪ということで、正直、手が思い浮かばないんで、チャレンジ失敗の可能性ありよりはべり、今そがりよりのありということでね。とりあえず、悟り山に向かいます。悟り山にキノコがあるんで、悟り山のキノコ、バーチコリと行きましょう。キーノコ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 ーゲーチオブザワイド。さあ、とりあえず料理しまして、レベル3エレキ串焼きキノコ、オッケー、これで何とかしようということで、雷カスちゃんに会いに行きます。というか、まあリベンジしに行きます。さあ、準備以外の全てが整っていない、行きましょう。タテオブザワールド決着つけよう、今日で行こう。マジでこれ以上俺ができることはない。頑張るんだいかなあ、当たるかだー。今のは判断が雑魚。あ、何やめろ。さあ、ここで、もう食っちゃおう。いや、まだいいか。いや、食うか。7分もあるんで。よし、これでちょっとどうなるか。ダメならもう終わり。ダメなら企画終了。そして、慎重に。あ、いける、いけるぞ。あ、いける、いけるけどやばい。いけるぞ、いけるぞ。次、ちょっと遅め。いった、いった、いってるな。これはいける。もう、ビームいけるんじゃないかな。オッケー。もうビームやろ。よし。よしよしよし。オッケー、やるぞ。いけいけいけ、やったれやったれ、よし、オッケー。ふぅ、オッケー、よし、よっしゃ。あ、よかった、料理禁止せんで。とりあえずここまで来た。あー、初めてガノン逃げる。よし。まあでも、ここ倒せばもう終わりやから。妖精、待って、体力今、なんぼや。妖精と体力 3? まあ頑張りましょう。いけるいける。まあ正直、作戦はないけど、頑張るしかないよね。頑張るしかないよね。まああんまり何も考えてないが。死にかけのソニカゲやないかい。まあひたすら返しますか。やば。やばい。やばい。ちゃんと返そう。オッケーオッケー。これなんか当てれるかな。
まあ、多分避けれん攻撃はないと思うよ。多分。これか。そうか。ここにも火球あんのか。これ多分、重心の盾無理よな。オッケーオッケーオッケー。急げ急げ、めっちゃ丁寧にやろう。ここも、やってこんのや。ドスン攻撃。できるだけ離れて、ビームを打ってほしいが。オッケー。ドスン攻撃せえへんな、こいつ。オッケー。いや、意外といけそう。意外といけそうやな。いやー、ダル攻撃してきたな。よかった、よしよし。これはいい。いい組み合わせ。組み合わせとしては、まあまあ、マシではある。いや、ダル攻撃すな。ダル攻撃すな。まあ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 、いいや。ビーム打つなよ。オッケー。オッケー。よし。でも、なんだかんだ、4分の1くらいまで来たぞ。正直、この戦法なかったら、絶対勝てん気がする。妖精4つじゃ。この戦法なかったら、多分俺、妖精4つじゃ絶対無理だわ。よし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 。よしよし。おい、よし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 。偉いねー。偉いね、ガノンちゃん。もう、半分これ、いや、無理か。さすがに無理か。まあ、意外とビームで減らせてるっていうのもあるしな。さあ、何が来る？これか。オッケー。オッケー。これで、第2いけるかな？頼むぜー。あ、結構長いな、硬直。いてくれ、第2。あ、いた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 。ぬるっといった。ぬるっといったな。いけるいける。妖精ないけど、いけるよ。いや、これ強いぞ。正直。オッケー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 。だいたい何回ぐらいやった？ 5 回ぐらいやった？ 6 回ぐらいか。これは限界までっていい。またなんか。オッケー。来い。オッケー。オッケー。指いたー。やば。あっぶね。さあ、何が来る？まあでも、まあ別に何来てもそんなにまずくはないけど。あ、オッケーオッケー。いやー、まずい。まずいぞ。やばい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 。よし、オッケー。やばい、リーチ。くー。やば、もう私炎でも死ぬ。この炎触れた瞬間に死ぬ。よし、ふぅ、やばいな。これでも絶対クリアしたいな。指て、いい、来い来い来い。よし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 。何が来る？ビーム、何が嫌やろ。ビームが嫌やな。あー、よし、オッケー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 。これむずいんやな、距離長いから。でも、あー、やる。あー、頑張ろう。手が痛すぎる。あと3回かな。これ合わせて3回。よし、さあ来い。これでやれるかな。いや、これじゃ無理か。次でラストかな。いや、いけるか。いや、いける。ちょっと集中します。おらおら、いや、これワンチャンいけるな。ワンチャンいけるぞ。いけるいける。いや、くそ、逃げろ。あと1回。おら、返すぞ。返すぞ、俺は。おら、よっしゃ、しんどけしんどけ。最後、盾じゃないっていう。よーし。あー、なんか緊張した。なんか緊張した。あー、めっちゃ集中したというか、指痛。指痛ー。痛ー。ということで、盾オブザワイルドは、まあ、言ったらこれで完結です。盾オブザワイルド、完。盾オブザワイルドフィニッシュ。オッケー。何回目のブレはいいでしょうか。今回も難しかったです。まあ難しかったな、今回も。ちょっとね、マグネキャッチ一回使ってるっていうのが心残りではあるけど、でもそれはもうどうしようもなかったんで許してください。まあほぼ盾、ほぼ盾。ちゅうことで、盾オブザワイルドこれで終了です。ここまで見てくださった方はチャンネル登録、高評価ボタンポチッよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあな、イエーイイエーイ。